食べたいずら、もちろんくれるずらよね。いや、目の前で私が食べる。うわ、すげえ。妖怪ワールド、ニューヨーマシティ、妖怪ワールドなんや。まあそっか、ヨーマって夜もんね。ここがニューヨーマシティ。とっても都会的なんだね。妖怪ワールドを代表する一大都市だに。なんか信号が踊りよる。妖怪たちが住んでいる街。なんだか好奇心がうずうずしちゃいます。なんだか面白そうだな。早くいろいろ見て回ろうぜ。おいおい、これから UFO の後を追うんじゃないのか？大丈夫大丈夫。これだって大事な調査の一つですから。そうか。まあいろいろ見て回りたいよね。では私はヨップルストアでひとまず待機しておこう。ヨップルストア。何か分かったら教えてくれ。了解です。ラジャーであります。よーし、探検スタートだぜ。みんな超楽しそうだな。ニューヨーマシティを探検しよう。うわ、何？なんかすげえ速さで通ってった。びっくり。お、ドキドキ。ドキドキ。君、ニューヨーマシティ初めて？実は僕もなんだ。初めての場所ってドキドキするよね。ドキドキ。うわぁ、本当に妖怪だらけ。この街広いでしょ。街の名前なんだっけ？忘れちゃった。まあ、ゆっくりしてってよ。バカっぽいよ、君。あ、引きこもりおりやん。私のリムジンでヨップル社に出発いたしますか？あ、いつでも戻れるんやね。いいよ、今は。またお声をかけてくださいね。あ、てかさ、なんかこの辺にも、あれじゃない、雲海峡とかおらんの？よし、ケータ、情報を集めるぞ。なんかさ、そこら辺におるのみーんな妖怪やけん、マークで区別がつかんのよね。あっこに一個だけある、青いマークは、ね、釣られたローマルやっけ？なんかおるんやけど。ん？あ、びっくりした、マックか。マックかよ。はぁ、若いっていいわね。私も昔はね、人間に化けて遊んだりしてたわ。二人の男の人と一緒に、川の上でお船を浮かべたりしてね。ものづくりが得意な人と冒険が好きな人、どっちも素敵な人間だったわ。私、妖怪だから、ずっと一緒にはいられなかった。甘酸っぱい記憶だわ。そうだ、こんなものも持ってたっけ。三人で作った思い出の道具。未練がましいわね。あなたにあげるわ。もう一度会えたら、そんなことも思っちゃうのよね。ジャンクプロペラを手に入れた。ん？これは？船に使えるんかな、もしかして。何、意気投合してんの？意気投合はしてなかった。おう、そうか。話を聞かされてるんだね。ちょこっとドーナツを手に入れた。すげえな、あの辺の、なんか外れにおる。何これ？何これ？このドリルの性能では壊せないようだ。メダルを付け替えて試してみよう。へえ。マイニャンパーツ、リスの尻尾を手に入れた。絶対可愛いやつ。どれなんやろ。ドリル。じゃあ他になんか、ないな。こっちは？いや、特に何も。あ、コマさん。コマさんは？はてな。セットします。んで？これじゃない？柔らかいプニプニしたブロックを掘ることができる。プリッチー。プリッチー。多分これ。だってなんか、ぽよぽよ動きよるもん。ほら！コマさんだ。容器の壺を手に入れた。この世界にあるのは、柔らかいやつってことかな。あっちにも岩があるな、なんか。お、ヒバンドオール。ニューヨーマシティへようこそ。サービスであなたの服を黄ばましたわ。やめてよ。黄ばませないで真っ白にしてよ。冗談でよかったけど。ここにも何かしら、あった。よし。これは？お、宝の地図。屋敷の島に続く川を手に入れた。宝の地図いっぱい。ナスの天ぷらを手に入れた。
あれだな、なんだっけ、雲外鏡がいない。さっきからすげえ速さでなんか通っていくものがいるんだけど、うわすげえ、無理壁、でっかい無理壁スタミナもアルファを手に入れた。何やってんの、対抗してるの。こんな大きな壁で塞がれたらこの先に進むのなんて無理。まあね、エンマリキュー、ん、なんか2箇所ある。じゃあとりあえずこっちで。情報収集。エンマ様おらんよ。ここはエンマリキュー。ペローンって、人間どもが一体何のようだ。ここってすっごくいい景色だな。どんな場所なんだ。知らんのか、妖怪ワールドを滑る王エンマ大王様の別荘だにゃ。猫キヨ、かわいい。しかしそのエンマ大王様のお姿が見えませんが、エンマ大王様はお忙しいお方にゃ。今日も妖怪たちの平和のために妖怪ワールド中を飛び回っておられる。そうなんだ、エンマ大王様も大変なんだね。ふんふん、猫キヨに犬マロ、ふん名前いいねでもう一箇所は、お、カッパだ。ったく、人魚のやつは花見の時でも泳いでるのか。風情ってもんがねえな、ったくよ。普通にカッパだった。こいつは、うん、ここの池も悪くねえな。っていかんいかん、俺には鈍子池があるじゃねえか。危うく他の池に気持ちが移っちまうところだったぜ。今のか人魚、話しかけたい話しかけたい、早く回ってきてこっちに。人魚、人魚、この池もしかしてめっちゃでかいんかな。お、いるぞ。さあ来い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 。ああ、話しかけれねえ。クソ、お前じゃない話しかけれんのかな、あの子には。あ、こっちにも岩が。よし、これは古びたコインを手に入れた。漏れそう、うう、漏れそう。この川なら出してもバレないかな。やめてあげて、人魚が泳いでるから。おお、びっくりしたボタンに手が当たっていた。ん、こっちのヨップルストア、ここか。あれ、ヨップルストアに先に行っているとか言ったよね。お、おった。どうした、何を考え込んでいるの。ジョーズさんどうしたの、なんかぼーっとしちゃって何でもないよ、気にしないでくれ。ん、ふう、お子様のケイタ君にはわからないかもしれませんね。何、何それ。ここはヨップルストア、彼が元社長だったヨップル社の商品を売っている場所です。ここにいると彼としてはいろいろと思うことがあるんですよ、きっと。なるほど、ここは私にとって大事な思い出の場所なんだ。ヨップル社の歴史はここからスタートしたんだからね。このヨップルストアが建つずっと前、ここには小さなオフィスがあった。ここがダディの会社なの。上手ジュニア。そうだぞジュニア、ヨップル社って言うんだ。今はまだ小さな会社だけど、これからダディはすっごく頑張って必ず妖怪ワールドで一番大きな会社にしてみせるからな。すごーい、知らなかった、ジョーズさんって子供がいたんだねえ、そこよね。すまない、つい思い出に浸ってしまったよ。さあ気を取り直して UFO の情報集めに戻ろうか。君たちは引き続き町で情報を集めてくれ。今のところ UFO の情報なんか一個も入ってきてないけどね、てか妖怪ってめっちゃおるんやな、ね、さっきからさ、うろちょろうろちょろしよるこのお風呂のやつがめっちゃ気に。お風呂に浸かりながら操作できる妖怪パートないかな。あー、防水がしっかりしとるやつね。
あっちにも、うおお。あいつにも話しかけてみたいんやけどな。あ、すげえ。ん？あれ？ほら。KK ブラザーズ。腹減りすぎて、もう一歩も動けないずら。しっかりして。KG 色しっかり。ちょ、K コマの方にも。ついにたどり着いたずら。憧れのニューヨーマシティ。あ、NY ってそれ、そういうことね。KK ブラザーズ、来たかったのってここだったの？そうずら。ようやく目的地に来れたんでうぃすね。だね。マイカーが案内してくれたみたいでよかった。どうしたの？実は、すごく大変だったずら。荒野の荒れ果て、ん？荒野の荒れた道でパンクしても、街の壁にぶつかっても、全部マイカーって済ましちゃうんずら。ガタガタ揺れるし、頭はぶつけるし、散々だったずらよ。あらら。なんかごめんね。そんなことないずら。ここに来れたのはケイタのおかげずら。感謝してるずら。オラたち、ここの極上にぎりが食べたくて、はるばるやってきたずら。でも思い出したずら。オラたちがヒッチハイクしてた理由。なになに？お金がないからずら。へえ。そこ忘れる。極上にぎりを食べるにはお金がいるずら。そりゃ売り物ですからね。腹減ったずらね、ケイジーロ。腹減ったずらよ、兄ちゃん。極上にぎりが食べたかったずらな。風に吹かれて消えて行きそうずら。わかったわかった。持ってくるから。優しいずら。じゃ、それを買ってこいと。ここ？すげえ、建物かわいい。わしの握る寿司はそんじゃそこらで味わえんぞ。ライオトン。買う。極上握り。おお、たっか。じゃあこれを1個。ほい。腹いっぱい食ったか？また食わせてやるから次も来るんだぞ。ありがとう。優しいね、おじさん。厳しそうだけど優しいね。それは極上握りずら？もしかしてオラたちのために持ってきてくれたずら？さっきからひもじいがめっちゃ見よるけどね、こっち。食べたいずら。もちろんくれるずらよね。わた。いや、目の前で私が食べる。これが寿司ずら？すごいずら。怒りも高級そうずら。いただきますずら。もぐもぐ、もぐもぐ。おいしい？おお、感動している。びっくりした。なんずら？口の中でプチプチ弾けるずら。不思議な感じだけど、とっても美味しいずら。いくら的な感じかな。おう、それはいくらでですね。こっちは口に入れた瞬間にとろけちゃうずら。大トロとか？こんな美味しいもの、食べたことないずら。ケイジーロが食べたのはサーモンでですかね。サーモンか。寿司って最高ずら。いくらでも食べれちゃうずら。わかるよ、その気持ち。ごちそうさまでしたずら。ありがとうずら。どういたしまして。あっという間に全部食べちゃいましたね。大満足ずら。よかった。 KK ブラザーズはこれからどうするの？どうしようずら。オラヒッチハイクばかりで体がなまった気がするずら。オラもずら。そりゃ車に乗ってばかりで動いてませんからね。そうだ、ケイタにお願いがあるずら。俺？暇な時にでもバトルに付き合ってほしいずら。なるほどずら。きっといい運動になるずら。こいつら、意外とわがままで、意外とわがままでですね。まあ、俺でいいなら相手になるよ。ありがとうずら。なるほど。じゃあ早速。運動がてらバトルするずら？まあ、食後やしね。バトルします。ヒッチハイクばかりで体がなまっちゃったずら。このままじゃやばいずら。バトルで鍛えるずら。それじゃあ勝負だ。オラたち本気で行くずらよ。どうぞどうぞ。
さあ来い KK ブラザーズ、かわいいなコーン。よし、行くぞ。カンフーマッハを一発チャージ完了。そしてマッハ飛竜脚。え、手前にいるのかお前。あ、二人セットなんやね。なるほど。よし、狙うよ。これ片方ずつ狙えるの。いや、一緒だな。よし。動くかな。ちょっと移動した方がいい。あ、一緒か、変わらんかな。あ、ブラスター使える。じゃあとりあえずブラスター、妖怪ブラスターメダルセット、そしてカイマ、カイマほい、はい、あーアタックモード遅いな、なんか遅くね。それでもあんまり当たっていない私、ダメじゃね。お、あー、あとちょっとだったのに、フィニッシュ。なんか病んでない KK ブラザーズ、大丈夫。よし、行くぞ。さあ、叩け叩け叩け。チャージ完了。お、やっつけたし。やっつけたし。勝利。イェーイ。いい運動になったズラ。でもまだまだ足りない気がするズラ。もっと運動しなきゃ、なまった体は元に戻らないズラ。また暇な時にでもバトルに付き合ってほしいズラ。了解、いつでもいいよ。で、何見てんの。ひもじい、あの大きな寿司食べたいの。裏から回れば食べられそうな気がするの。裏から、裏口があるのこれ。あ、すげえ、いけすとかある。裏から回っても食べられないよ。食べられないよ。ま、KK ブラザーズは、お、こいつは情報を持ってるの、 UFO の。あ、もしかして君たちも妖怪ヒーローの出待ちに来たの。え、全然。出待ち、ここで彼らに出待ちをするだなんて、君たちもなかなかのマニアだね。俺たちは、わかるよ。彼ら妖怪ヒーローは、このニューヨーマシティの平和を守る英雄だ。ファンにならない方がどうかしてるよね。いや、だからその、俺の話聞いてる？でもさ、よくわかったね。後ろにある二つのお店が、その妖怪ヒーローたちがよく集まる店だってこと。ケイタ君、こうなったらもうとことん話してもらいましょう。どれ？ここ？ちなみに僕が掴んだレア情報だと、右の寿司屋はスカイシャリマン率いるヒーローチームスーパーシード、そして左の天ぷら屋はサキちゃん率いるヒーローチームテンペストプライド、誰サキちゃんがよく集まるらしいんだ。実は僕もサインをもらおうとずっとここで待っていたんだけどさ、どうやら今日はどっちの店にも来ていないみたいなんだよね。残念だな。はあ、本当に残念だったな。一人で勝手に話しまくって、一人で勝手に落ち込んじゃいましたね。でもスカイシャリマン来るんや、ここ。あゆなみたいだに。うっそ、私っていつもこんな感じだと思われてんの？それは嫌だね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。